仕事がないから脱いだ。の声に反応。人気女優がデビュー10年で水着挑戦のわけ。私がやりたくて。さらに、今回は水着でしたが、この先、もっとワクワクする挑戦をどんどんやっていきたい。と言及。いい判断だと思います。20代のうちに需要に気づけたってのが本当に素晴らしい。大抵の女優は30過ぎてから焦って脱ぎ出すのに、岡山の奇跡って書かれてるのどうな。岡山にしては奇跡の方だからしゃあない。女尻ってなんで顔をうずめたくなるんやろ。奇想本能。ええな、これ作がいい。かわいいやん。悪い噂も聞かないし良い子なんやろな。岡山、桃太郎、桃尻、つながったな。